とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。今シーズンは25回。まあ、いいんじゃないですか。めんどくさいボスが出てこなければいいでしょう。冬はやめてくれ。珍しくクリティカルとかついてるね。まあ、とりあえずなしで行きましょう。で、最初から、矢がある。まあ、それでは嬉しいんだけど、おいー、初見殺し？初見殺しですかね。ちょっと待て。これ深追いしない方がよかった。危な。ちょ、すごいね。すっげえな。これすごいぞ。よっしゃ。ああ、なるほど。なかなかです。よし、でもこれで終わりか。はい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 、クリーパーやたら出てくるな。驚くほどクリーパーだらけでしたね。では次行きましょう。もう冬はやめて。冬は、お、まあ変えていくか。他はいいね。はい、2階がここ。特に問題なさそうだけど、まあ一応クリーパーには注意していきましょうか。なるほど、ここレイスだらけだな。で、上にも敵がいて、すげえな。うん、まあ、難しくはないか、ここは。終わり？なるほどね。はいはいはい、まあまあこいつらか。まあ、うん、1回びっくりして、2回はまあそこそこっていう感じですね。あー、傭兵、でもまだそんな火炎でいいけど、まあいいや。傭兵の雪玉にしていきましょう。で、また冬。どんな感じになるこれ。はい、行きまーす。最初から装備が、おーい、おーい、そう来る。ちょっと、ちょっと待って、静かやめろって。嫌いだから。よし。あ、でももう、もういないじゃない。あ、いるわ。いますわ。でもこんなもんか？オッケー。よっしゃ。なるほど。最初にシュルカーが出てくるのがちょっとびっくりしたけど、あとは大したことない。あー、いいかな。で、ここ、うん、いや、最初からほんといい武器出るんだな。おお、これさえありゃ大体いけなくない？いけるよね。まあ、よし、オッケー。あれ、うわ、あと上か。え、違うぞ。どこ？こっちか。え、少ね。4回少な。はあはあ、あー、で、乱射。エンチャント良くないね。これ取らんとこうかな。地雷でいきます。で、雪玉を3にしていきましょう。雪玉ね、3になると、もうほんと強くなるんで、2と3では大違いですね。はいはい。2発で倒せれば、全然いける。
人だけか、クリーパーは。あ、でもこれ最初に斧は取っていった方が良さそうね。これがあるからこそちょっと簡単なのかも。 OK、 はい、終わり。いや余裕だな、4回5回余裕だな。まあまあ最初からも全然あれか、気にすること。影、こぐかなとも思うけども、影で行きましょう。おーい、変なとこに出た。しゃあ、危ねえな、危ねえな。よし、こっちいないね。今シーズンクリーパーだらけだね。うん、クリーパー多めに作ってあるんだろうな。おい、終わり。うん、今シーズンクリーパーが必ず出てくるような感じですね。これパワーシェイカーかな。で多分9回ぐらいにボス来るんじゃない。9回ぐらいのさ、おそらく。次はシルバーフィッシュでしょ。この辺だ。いや大外れだわ大外れだわ、何も出てきてない。ネクロマンサーぐらい来るかなと思ったんだけど来ないね。うん、いや余裕だろう。で釣り竿がもうある、いいね、もう釣り竿がある。でここか、やべえ、これ3発かかるよ、やば、あぶねえ。おいおいおい、すごいな、びっくりした。もうクリーパーに3発かかるようになってるのでちょっときつくなったぞ。あぶねえ。うん、もう武器のパワーがちょっと足りない。あ、でも初期武器じゃなくてよかった。これ初期武器だったら絶対きついよ。まあ扱いもちょっと気をつけないといけない。あ、で商人、いやいいかな。ボス怖いからデュアル持っていくか、一応ね、持っていこう。何が起こるか分かんない。で、エンチャよくねえな。こんな感じかな。ボグ上げます。え、94まで上がった。結構上がったね。何が来る？まあ、とりあえず影化して地雷とパワーシェイカーでなんとかするか。ああ、あ、これはいけるわ。ああ、 OKOK。 いや食らえば痛い、食らえば痛いけど OK。いやー減らしきれない。よし、終わり。うん、まあまあまあこの武器でも全然余裕だったね。パワーシェイカー様々だね。レイピア、まあいいかもしんないけども、あースモー、いいけど、いいか、いいいい。なるほど、武器を上げてスモを取っても良さそうだね。もう武器が
弱いからそろそろ変えたい。うん、そろそろ変えたいね。よし、パワーシェイカーなしじゃちょっと倒せなくなってきた。やばっ、あぶねあぶね。オッケー、終わり。まだか。あ、お前だけか。はい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 、もう危なかった。武器変えてえな。フレームは変えていこうか。雷の杖もなんか怪しいな。うーん、まあまあまあ、うーん、クレームはしていこう。初見でね、まだ全然わかんないんで、一応していきましょうか。強豪化と、まあ弱体化毒ぐらい入れとけ。いきます。ボス次第だよね。ボス次第で雷の杖の方がいいけども、まあとりあえず当たり障りない感じで今していきましょう。おーい、今回結構あれ矢は出てきてくれてるんでありがたい。終わり？いや、まだまだ出るね。よし、おお、やー出る。オッケー、終わりだ。うん、大したことない。タワーレースぐらいいいかな。いきます。まだそんなに矢を使ってないけども、はいはい、嫌なやつね。風使いね、結構出るか。どこどこいる、どこいる、上か。嫌なやつ。よし、いいんじゃない。ちょっと待って、お前こっち来ないで。あ、オッケー。あー、凶暴化が入ったらまあ強いけど、通常じゃちょっとな、いまいち。武器変えたい。この武器やだ。あー、アップ、うーん、アップドラフトかな。愛のメダルも欲しいけど、いや愛のメダル、あ、いや、ボス戦も考えてアップドラフトだ。いや、ちょっと待って、ここ危ないぞ。ここはもしかして愛のメダルの方が正解だったか、わかんない、まあ、とりあえず弓でちょっと牽制していきましょう。 OK、 いいんじゃない。そこまで敵は出てこない。よし、うん、このぐらいだったらちょっとパワー低めのこれでも全然いける。終わり。うん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 、余裕。いつも難しいステージなんだけども、今回はそうでもなかった。いらんかな。はいはい、もう夏だからさ、この海のステージが多めでもいいと思うんですけど。でも海ステージそんなないか。そこまでないね。よし、強豪化発動して、オッケー。強豪化来てくれると嬉しいな。いいね。あの塊の中パワーシェイカーを打ち込むと気持ちいいぐらい弾ける。よし、終わり。あ、まだか。
終わり。うん、今シーズンはそんなに難易度は高くなさそうね、今のところ。あ、コグにしよう。あー、うん、このサイスもいいね。コグかな、まずは。うん、あー、ミスったか。ミスったな。まあいいか、いいさ。ユニーク、傭兵かな。うーん、心奪われるものにしてもいいけども、うん、そうね、ブロードソードになった時がちょっと微妙な感じなんだよね。いくぞ、こんな感じ。いざとなったらちょっと虚無で一気を、あ、ミスった。ああ、でも余裕余裕なんてことない。いや、余裕すぎだわ。あ、ドラでしょうね、これは。いや、でも下、はあ、まあまあまあ、パワーシェイカーがもうあんまり微妙になってきてるので、パワーシェイカーをドラに変えましょう。まあ、全然必要ないかもしれないけどね、この感じ。ボスもそう大して強くなさそう。オッケー。うん、いいね。そうね、凶暴化入るといいね、めちゃくちゃいい。さすがだわ。よし、矢がすごい出てきてくれて嬉しい。ああ、もうこれ盾にしやがった。よし、いや、あの数倒して発動しないか。10匹ぐらい一緒に倒したんだけどな、発動してない。いけ。うわー、結構毒ダメージゴリゴリ食らうね。いいぞ、やば。あっ、ぶね、死んだかと思った今。あっ、ぶね。はい、18回クリアで、19、20、21、22、23、24、あと6か。あ、違う違う、あと 5回ぐらい倒したら終わりか。ボスだね。あー、間違いないでしょ、これは。ここはもう間違いない。ね、そうね、あー、虚無クリティカル、これ悩むなー。まあ、ここは追い打ちを入れるとして、ちょっと待って、ああ、弓に虚無あるならもうこっちクリティカルでいけ。あ、クリティカルリフレッシュ行きましょう。うん、これ愛のメダルでも面白かったかもね、これ。うん、愛のメダル、これ面白かったわ。はい、最近のタワーってあれだよ、クールダウンってなかなか出ないよね。よし、クールダウンあんま見ない気がする。はい、次。ああ、雷の杖か。あ、クールダウンついてる。雷の杖持っていけ。うん、ソウルももう溜まってるし、これボスで使えそうな気がするぞ。はい、ナイス。で、やっぱ反逆者よね。うん、この攻撃速度たまんないわ。ああ、もったいなかった。いや、4体全部に当てなかった。よし、
ルダウン入ってるので、あ、リフレッシュか。いやでもリフレッシュ1そんな回復しないな。よしよし、まあまあついてないよりはマシだけどね。回復量がちょっといまいち。で次はおーポーシュ、もうユニーク終わったからね。ガントレットはガントレットまんまいらないか。いやパワーシェイカーも絶対ありなんだよな。よしで久しぶりのクリーパー、なんか一時期出なかったね。よし、おお、めっちゃくちゃ相談した。終わり？いやまだか。ああおい、おしまいかい。これも30分以内確実です。30分以内確実にいける。いらんね。はい、もう少しでおしまいだ。張り切っていきましょう。よし、やっぱボンクラングパワーで優秀すぎるわ。まあまあ、通常でも強いけどね。クリーパー絶対出るでしょ。クリーパーが、いや出ない。失敗しすぎか。よっしゃ、弓はちょっと虚無多めに入れたいな。じゃあ弓は多めに虚無入れてダメージ稼ぎたい。終わり？大したことない。あーでアップドラフトがまた来るか。あ、いいダメージだね。でもまあそのまま、トムはね入れときたい。でそうね、追い打ちかな。行こう。危な、うん、最終ステージちょっと注意しましょう。何かがありそう。基本弓で戦っていった方が安全かな。これなんかクリーパーぶわって出そうな気がする。いや気のせい、大したことないか。おいや全然普通かいやいや今シーズン楽だわ。今シーズン楽、あのクリーパーが出てくるとこさえ分かればなんとでもなるかも。いいかな、そのまま行きます。どれあげるか、まあまあまあ武器だろうね。弓も悪くないけど、まあ武器でしょう。107、おお、あんまり上がらんかったね。何がついた、いらない。強打1。何が来る。よし、テンペストゴーレムじゃなかったからセーフ。入れれるやつがない。いいか、レイスやめて。レイスはやめろよ。おお、マジか。イリュージョナー2体。なるほどね。いやでも大丈夫よ。あ、オッケー。はい。いやー、余裕だわー。そうか、
あの雷の杖一発で倒せるんであれば、最初にあの影化して、でドラ使ってあの雷をボーンボーンって2発落としてやれば終わりだわ余裕ですね。はい、では報酬見て終わります。いい感じかも今シーズン。虚無2、虚無1、報酬ダメです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。